大熊座ガンマ星は、大熊座の構成で二等星。北斗七星を形成する構成の一つでもある。飛尺の水組みの側から三番目に位置する。北斗七星の星は、ポラリスに近い方から順にバイエルフ号をつけられたため、三番目のガンマが与えられた。回転するガスが、周囲に円盤状の雲を形成している。非常に速い自転速度が星を取り巻く回転するガスを、 生み出す原因となっている。この星を取り巻いている水素ガスにより、スペクトルに水素の基線が見られ、そのために、スペクトル分類に基線を示す設備記号 E が付けられる。設備記号 E の付けられる星は、大概が B 型のスペクトルを示し、A 型のスペクトルを示すものは稀で、2008年現在、100個ほどしか見つかっていない。この構成は、 大熊座運動星団と呼ばれるグループに属している。北斗七星の星は、アルファー星、イート星以外はこの星団に属している。この星団に属する星は、宇宙空間において同じ方向に動いていると見られている。ガンマ、アーシーメイジェブリス、略称ガンマウマ。固有名フェクダは、アラビア語で、大熊の桃を意味するファッキーある、ダブあるアクバルが由来となっている。 2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはフィックダをオーグマザワンマ製の固有名として正式に承認した。中国名も知られ、式、季、伝官書など、聖書の天文史では天、等の密教経典、仏説北斗七世延命行では六尊と呼ばれる。ありがとうございます。